前田浩司です、オリンパス OM2N の修理が完成してきました、このボディ番号すごいですね。2222とずっとしてた連番です、ファインダーが、悪かったので交換してます。プリズムですね。プリズムを交換してます。あと、各部オーバーホールしてあります。もちろんモルトとかですね、そういうのも交換してあります。とにかくこれ番号ですね、このカメラは。番号が連番です。ですので、もうこのボディを見たときに、お値段は決まってます。22,222円ですね。オーバーホール代かかってますので、お買い得かと思います。レンズは50-18ですね。普通のがありましたので、おまけでつけておきます。まず、ホコリなどはあると思いますが、といった状態だと思います。ボディは、綺麗です。特に悪い感じはないです。多少のすれはありますけども、それほど汚くはないです。こういうところちょっとすれはありますね。OM2N になります。シューも付属してます。ただこれも、よくある感じで、ひびがちょっと入ってます。使う分には問題ないと思います。あとここですね。シューをずっとつけてると、どうしてもゴムの跡が残ってしまいますね。別に凹んでるとかそういうわけではないです。モルトなども交換済みで綺麗ですね。あと、ファインダーもプリズム書いてありますので、綺麗です。多少、ホコリはあるかとは思います。メーターもきちんと動いてます。で、ただいま、ファインダー、わかりますかね、スクリーンが、方眼が入ってますね。なかなか、方眼はいいと思います。オートですと、このように明るさで変わりますね。で、マニュアルも可能です。マニュアルにしますと、OM1 みたいな感じで、シャッタースピードと絞りと合わせるという感じですね。マニュアルにすれば、任意のシャッタースピードになりますね。期間は感動品です。間違いないと思います。万が一故障しましても半年以内でしたら、再修理は無料でできますので安心だと思います。とにかくこの番号が面白いカメラだと思います。